では、入試問題、本当に確率は入試問題でもガンガンやった方が、ね、モチベーションも上がりますし、ね、で84ページ、島根、栃木、沖縄、長崎ですね、まあ、やっていきましょう、順番にね。1-68、島根県、2枚の効果を同時に投げるとき2枚とも表の出る確率ね。だからもうさっきやったのとパターンほとんど変わらないですよね。だからまず2枚まず全体の倍の数を考えればいいですね。だから当然1枚に対して2通りね、でもでしょ、その1通りに対してもう1枚の方が2通りあるわけですから、全体の倍の数は2×2で4通りある。全体の場合の数ってもうちょっと角全然伝えないとね、全体と書いていきます。で4通りで、2枚とも表が出るってこれ当然表の1通りしかないっていうのはよろしいですよね。この1通りしかないでしょ、だからこれ1通りなんですね。1通りよって確率は1/4になる。けどこれ基本だからこれ大事ですからね、馬鹿にしちゃダメですよ。栃木県、次行きましょう。69、年収69、500円硬貨と100円硬貨が1枚ずつある。この2枚を同時に投げた時、1枚は表で1枚は裏と、これ分かりやすいでしょ、全く違うコインだっていうのが分かりやすいですから、こういうのいいですよね。まず全体の場合の数ですよね。全体の場合の数、これはもう同じです、2枚ですから2×2で4通りになる。よろしいでしょうか。それで、1枚が表で1枚が裏となる確率、まあこれはもう、まあ、心配な人は表裏表の2通りしかないですよね、どうしてもね。だから確率は4分の1で、約分して2分の1。で、これで栃木ですね。だから基本的なことが多いんですね。よろしいでしょうか。じゃあ次行きましょうか。まあ、この辺はもう淡々といいですよね。年収70ですね。10円、50円、100円の硬貨が1枚ずつある。この3枚を、3枚のパターンですね。3枚の硬貨を同時に1回投げるとき、次の角度に答えなさい。はい。1番、3枚の効果が表と裏の出方は、はい、だからこれやりましたよね、先ほどもね、問1。1つに対して2通りですっていうのを繰り返してやっていけばいいんですから、2×1。樹形図も書いて確認しましたよね。だから8通りだ。よろしいですか。問2、これがちょっといやらしいね。3枚の効果のうち表が出た効果の金額を合計したとき100円以下になる。いやこれはちょっと面倒なんですね。100円以下になる確率を求めようと。ということはここで、まあ唯一、まあ気をつけなきゃいけないのは、まあこの比較で100円以下だから、これは100円は OK なんですね。100円は OK なんだ、これだけしっかり覚えてるから確認しておいてください。そうすると、こういう感じでよろしいでしょうか。裏は、金額としては見なさないですから、まあ、10円、50円、100円として、まあ、こういう感じでやっていきます。まあ、まず10円 OK でしょう。10円で、裏にしよう。裏。これ、うね。10円で裏。だからもう10円なんですね、これ。で、次。10円と50円。足すとまあ60円でしょ。で100円が裏だと考えれば、一応これで60円だ。これ10円、これ60円ですね。次にもう10円は使いようがないんですね。10と50の組み、10だけでしょ。10と50の組み合わせ、10と100はもう無理なんです。100円、10と100で110円になっちゃうからね。だから10円の使い方っていうのはこれしかないんです。10円だけのパターンと10円と50円だけのパターンしかない。で、じゃあもう今度は10円はもう使いませんよと考えても10円を裏にしちゃうんですね。裏にしといて、で50円だけが1枚出て100円も裏でいてくださいよっていうふうにやっていくと、いかがですか。で
次に、よいしょ、横に書こうか。で、次に何ができるかっていうと、もう一個ぐらい書けるかな。いいか、横に書こうか。で、次、今度は、50円はもう自分自身でしかもう生きられないんですね。生きられないって言うんですけど、50円と100円の組み合わせはないんですよ。100円までしかないから。じゃあ次は100円の使い方ですね。だから10円も裏、50円も裏、100円だけ表っていうパターン、100円ギリギリ OK ですからね。あともう一つ、唯一見逃してしまうのは、いわゆる0円ですよね。全部裏の場合、全部裏の場合、いわゆる0円の場合も OK なんでしょ。100円以下なんだから。と全部で1、2、3、4、5通りになります。で、全体の場合の数は8なので、確率は8分の5になるんだと。話聞いてると簡単そうなんですけども、意外となんか、ね、樹形図の意識ですよね。10円1個だけ。まず10円について考えていこう。次、50円について考える。こういう考え方が慣れてくればすぐできるんですけど、慣れないとやっぱりね、難しいかもしれないですね。順番にやっていくってやつですね。いかがでしょうかね。次、これで沖縄が終わったんですね。よいしょ、長崎。もうなんか文章を見ただけでなんか嫌になりますよね。演習71ですね。長崎ですね。いや本当にこれ読む気もしないですね。やりましょう。演習 P85編集71、長崎のですね。10円硬貨と5円硬貨が1枚ずつある。これらの硬貨を1回目は10円、2回目5円、3回目10円、4回目5円の順に投げて、1回目から4回目まで表裏の出方を調べる。この時表裏の出た硬貨の合計、でまずこうならもう1回目、2回目、3回目って書かずにも、お金を置いとけばいいですよ、順番にね。10円、5円、10円、5円を並べてあって、その順番にこうやって振っていくんだ。そしてまた元に戻しておくって考えるわけですね。で、いわゆるですね、例としてはこう書いたんですね。10円が表だったと。この10円が表、この10円が裏だ、5円が裏だ。で、ここの10円は表だ。で、この5円も表だ。と、表の時だけその金額を、点数だって、金額として考えているので、10たす10たす5で25。だから A は25なんだと。だから A は25なんだと。というふうに考えているんですね。まあ、表を書くほどでもないんですけどね。25なんだ。ってことで言ってる。では、ただし2枚の硬貨と表なのでどちらかが出るものとし、どちらかが出ることも同様に確からし、まあ、確率の問題は必ずこの1行入ってますよね。じゃあやっていきましょう。各14回とも4回とも表が出た時に A の値だから、それはもう文章は長いわけじゃないか、最初の設問があまりにも表紙抜きです。だから全部表なんだから全部これ金額として考えて、だから10たす5たす10たすと、だから A は3点。だからこれはもう10たす5たす10たす5で30っていう値になるんですね。かっこいい。表が2回出る確率を求めます。うわ、突然こういうの A の値と関係ないじゃん。そうすると突然今度は場合の数になりますよね。もうちょっとこれイメージが分かったならこれ消しちゃいますよ。必要ないですからね、今はね。単純に今は、今度は、表が2回出るわけですよね。ただ順番がありますからね。でこれは樹形図書かないとこれ難しいんですね。カッコ2はね、これ樹形図を書かないと書いた方が楽なんですね。で、ですね、まず、全体の場合の数を求めてしまいましょう。 P 番ね、
いわゆるコイン4枚を投げると考えればいいですね。だから 2×2×2×3 枚の時はほら3回かければいいでしょ。それは樹形図でも確認しましたから、今度4枚でも同じ発想ですね。だから10、これごめんなさい、全体の倍の数ですね。全体の倍の数ってのは16通りある。でそのうち表が2回出る、だからもうこれは樹形図の方がいいですね。10円5円10円5円、よろしいでしょうか。で何だっけ、3枚のコインの時 ABC と置いて樹形図やったじゃないですか。だからこれ ABCD っていうイメージでいいんですね。だからまず最初のここが表の場合って考えて、で全部かけます。これ何だっけ、2枚が裏か。じゃあ全部書くと大変ですから、16と16と引かなきゃいけなくなっちゃうので、常に2枚が裏だっていう意識で書いていきましょう。でまずここ最初の2枚が表と考えたら、ここから裏裏ね、よろしいでしょうか。そして今度はもうここで裏2枚使っちゃってるんで、これもう慣れしかないんですけども、じゃあ今度はこれを裏にしよう。これを裏にすると、こっちの方を表にして、この4番目の裏はそのまま取っとく。と逆に、今度はこの3番目の裏を取っといて、4番目の裏を表にするっていうふうに、常に、裏が2枚くるように。というふうに考えるんですね。この考え方ですね。だから最初表にしておいて、後ろの方で条件を満たして大丈夫ですかね。でもこれはもう裏でしょ。ただ当然この表を裏にした時に今度はどうなるか。だからこの裏を表にしとけば裏2枚になるでしょ。で今度こっちをいじったらば、じゃあこっちはいじらないで、今度こっちを裏にしていじっておけばやっぱり裏2枚になる。こういう順番にこう考えていくんですね。もうこれは慣れしかないんですね。よろしいでしょうか。そうすると10円が表の状態で、10円が表の状態で裏を2枚作るっていうパターンはこれしかないんですね。で同様に今度こいつが裏の時、ね、今度こいつが裏の時、だこっちに書くね。10、5、10、5。じゃあ今度はこいつが裏の時どうなる。こいつちゃいけないですね。だから今もう表は終わったので、今度は裏の場合どうなるかという感じですよね。まあ当然、当然というか、まあ表を裏、こういうふうにしておくとどうですかね。と当然何したいかというと、今度こいつを表にしてこいつを裏にしたいでしょ。ここは動かしたくないから、でこいつを裏にしておいて、こいつだとごめんなさい、このコインを表にしてあげる、ね、ともここの部分の裏表の変化の仕方ってこれでもう終わりじゃないですか。じゃあ次動かせるのって、この5番目の表を裏にした時どうなるかなって考えるんですよね。じゃあ今度これを裏にしましょう。もうね、これはね、引いててもダメ、自分で手を動かさないとピンときません。したらもう2枚だから、もうあとこう表でしか見えないでしょ。これはいくら聞いててもダメなんで、手を動かしてみてください。よろしいでしょうか。そうすると全部でもうこれしかないんです、裏が2枚のパターンっていうのはね。だから全部で 1,2,3,4,5,6 通りあります。だから全体が16なので、16/6=8/3になるとね。やっぱり長さがめんどくさいですね。これ案外難しいかもしれないな。よろしいでしょうか。ね、だからこれはあの皆さん、私の見て、まあ一回見た後自分で手を動かしてみてください。何回もね。よろしいですかね。次。カッコさん。カッコさんは A が10となって、うわ、思った以上に面倒くさいですね。
だからもう最初を基準に考えて、最初の10円玉がまず表の時考えよう。で、A が10っていうんですから、もうここでもう10円だから、こっちは金額として認めたくないから、これ全部裏しか見えない。裏。ね。よろしいでしょうかね。で、次に、今度こいつが裏の時、もうこれが基準、最初の頭を基準にして考えていくわ。よろしいので、裏の時もう10円使えないんだから、もうあと5円を2つもしくは、まあ、5円2つか、もしくはこの10円を生かすしかないんですね。ということで、まずこの10円を生かしちゃいましょう。今度はね、だからこの5円はもう裏で言ってもらって、この10円だけは表になってもらう。しかしこの5円は裏に行ってもらって、金額としてはカウントしないようにして。よろしいですかね。もう全て慣れです。よろしいでしょうか。で、次には、もう10円を使った場合の10という値はこれでもう場合分け終わったので、今度は5円。5円を2枚使って10円にしようと考えていくわけでしょ。そのためには当然10円は裏でいてもらわなきゃいけないから、いわゆるこの表を、あ、この裏を表に直して、この表を裏に直していくわけですよね。だから多分これ引いてるだけだったら引いてきませんけども、手を動かせば大丈夫ですね。だからこのパターンでしょ、あとこのパターン、あとこのパターンしかないですね。だから全部で1、2、3通りなんです。だから全体は確率で求めた16ですから、16分の3という確率になる。長崎はちょっと手強かったですね。これ樹形図慣れてないと難しいかもしれません。では一応ここまで終わりましょう。